コインランドリー私はコインランドリーをよく利用する最近のコインランドリーはテレビや自販機も完備されている場所もあるそのおかげか 待ち時間を持て余すことも減ってきた。そんな最新とはかけ離れた古き良きコインランドリーで経験した不思議な話をエルがしてくれた。それは現在 SE をしているエルが大学生の一人暮らしをしていた頃、時期は梅雨で洗濯物を乾かすのにも一苦労していた。彼の住んでいたアパートには洗濯機が備え付けられていたが乾燥機はなかった。 そのため、雨が続いた日は、近くのコインランドリーの乾燥機を利用していた。そこは昔ながらのコインランドリーだった。いくつかの洗濯機と乾燥機。ボロボロの丸椅子。誰が買ったかわからない、読み跡だらけの雑誌が数冊のみ。エルは、この何とも言えぬノスタルジーさが好きだった。利用する時間帯はほとんど深夜。 人もいない、自分だけの時間だ。その日もエル以外、誰もおらず、丸椅子に座り、雑誌を読んでいた。乾燥機の回る音だけが部屋に響いた。下を向いて雑誌を読んでいると、珍しく人が入ってきた。おや、誰だそう思い、首を上げた。すると、乾燥機の前に、 活服のいい中年女が立っていた。手には大量の洗濯物が入っているビニール袋を持っていた。顔を見ようとしたが、髪の毛で隠れて見えない。ただ、白髪混じりだ。若い女ならまだしも中年の女だ。特に意識することもない。エルは雑誌を読み進めようとした。 女は洗濯物を乾燥機に放り込んでいる。それを見て、こんなたくさんよく溜め込んだな。まあ、梅雨なら仕方ないか。と心の中でエルはつぶやいた。そしてコインを入れる音がした。チャリン。チャリン。100円を2枚、計20分だ。エルはもう一度中年女の方を見た。 すると、女は大型乾燥機の中を覗き込んだかと思うと、つま先が見えなくなるまで体をねじ入れた。そして、手が飛び出し、内側からドアを閉めた。中年女の怪奇な行動に、L の思考は追いつかない。状況が飲み込めず、呆然と座っていた。しかし、危険な状況だと気づき、中年女が入っているであろう。 乾燥機に慌てて向かった。乾燥機のガラス窓には、張り付き、ぐるぐる回る中年女の姿があった。白髪混じりの髪の毛を振り乱し、満面の笑みでエルを見て、ケタケタと笑っている。驚きと恐怖で悲鳴を上げ、エルはコインランドリーを飛び出した。助けを呼びに行くべきか。いや。 あれは人間ではないのではそんな考えを巡らし、とにかくコインランドリーから離れた。途中、立ち止まり、冷静になる。自分の洗濯物も取りに行かねばならない。もし、本当に人なら、命の危険もある。エルはかかとを返し、勇気を出してコインランドリーに戻った。入り口に立つと、 中年女が入っているであろう乾燥機前に若い女の後ろ姿があった。乾燥機の中の女を見て助けようとしているのかもしれない。エルは急いで店内に入り若い女に声をかけた。すみません。すると乾燥時間終了のアラームが鳴った。女性はエルの声に振り向くことなく乾燥機のドアを開けた。 中年女はどうなったエルは横目で乾燥機の中を見た。しかし、中年女の姿はない。若い女は黙々と服を取り出し、袋に入れている。俺、頭がどうにかなったのか。と、自分に呆れ、エルはただ立ち尽くしていた。 若い女が袋に服をしまい入れ、こちらを向いた。エルは女の顔に視線を向けた。すると若い女は満面の笑みでエルを見ていた。あの中年女の顔と売二つだった。恐怖でなのか、エルの額に大量の汗が吹き出た。乾燥機に背を向け、 若い女が立ち去るのを見送ると、ケタケタと、笑い声が聞こえ、開けっぱなしであろう乾燥機のドアが、ガタン、と、勝手に閉まる音が聞こえた。エルは自分の服も取り出さず、そのまま急いで、自宅へ帰った。翌日の昼、恐る恐るコインランドリーに戻ると、くたびれたおじさんが椅子座り、何事もなく、 九段の乾燥機を利用していた。内心、ほっとした。そして、誰かが取り出してくれたであろう、自分の服をエルは持ち、店を出た。それからこのコインランドリーを使うことはなくなった。しかし、今でも営業しているそうだ。中年女と若い女の関係性は、わからぬままだ。